ファースートレー,ナーのゆうじです。お正月も2日目になりました。 え、皆さん、いかがお過ごしでしょうかまあ、正月は2日目ですけど、その前からちょっと食べ過ぎてるという人もいるんじゃないかなと思います。まあ、僕もね、あの、正月は楽しんで食べてくださいと言いました。その前に準備してくださいとも言いました。で、できれば、正月3月日の間に、まずは一つね、筋トレ始めるということをしてくださいと言いました。ダイエットをしている、お腹の贅肉を落としたいという人は、まずね、早めに始めてくださいとも言いましたけども、えー、今日はですね、もう一つ先に行ってる人へのメッセージとして、いろいろ話していきたいんですけども、 まあ僕みたいな人間もそうですよ。僕もさすがにいつもよりちょっとね、カロリーの高いもの、いろいろも食べてるなというのはやっぱり感じます。まあものすごく落とさなきゃいけないとか、そういうステージではないんですけれども、ただ、やっぱり食べ過ぎて、今この状態から太るというわけにはいかないというようなね、まあそんな感じはちょっとこう、正月っていうのはやっぱ受けるわけですね。だけども、この食べ過ぎた状態を利用するということもやっぱりあるということなんですね。食べたものをうまく使ってあげればいいということです。 それはボディービルダーの大会直後みたいなような状態なんじゃないかなと思うわけですね。で彼らは、まあ、あの、大会出るときにぐーっと絞ってますね。食事もかなり制限して絞っていきます。で、大会終わった直後に、まあ、そこ解き放たれたように、まあ、あれね、あの、YouTube で言ってなんか下手にジャンクを食べる必要なくて、普通のものを普通にいっぱい食べたくなる。ただそれだけでいいと思うんですけど、まあ、あの、ジャンクを食べるっていうのは多分あれはちょっとね、YouTube 的に面白おかしくやってると思うんですけど、まあ、食べてもいいですけど、まあ、普通のもの、普通の肉とかご飯とかをいっぱい食べればいいだけなんです。 ですけどまあそれをまあ食べるともう一回こうグーッとね体の中の栄養グッとね減ってたものがグッといっぱいになるわけですね。 でそれが筋肉細胞の中の糖質がぐーっといっぱいになってる状態あるいは脂質も体の中に多くなってる状態というのが大会直後のボディビルダーの状態で、まあ、そのような状態に今我々もちょっと近い状態にあるということですねこ,うこれ以上いってしまうと体脂肪になりそうなみたいなそこの状態にまあ,あると思うんですよだけどこれをうまく利用していく方法を6つ紹介していきたいと思ってるんですね。そののののの余分にににに食べててしままっっったものをいいかかどううううく使うかというのははつつつ今中中入入です ものとっていうのはあるんですけどまあこれはボディビルダーたちが大会中からそういう風にエネルギーいっぱいで頭数がいっぱいある状態なので,で体重も少し増えたょ少しだけ増えた状態なのでそこで重いものを扱えるということでこれは重いものを扱える重いベンチプレスとかをね上げられる絶好のチャンスだっていうことでそこでより重いものをやっていくっていうのがあるんですね。だけれどもまあ我々は一般の中年はそれをやってしまうとまたそれちょっとね違うというかまあケをしやすいのでこの 高重量というのは一回外します。まあ、できる人はそれでいいんですけど、これはちょっと外していきたいと思います。 高重量以外の部分で何ができるかというのを6つ挙げていきたいと思うんですね。まあ、あの結構シンプルなことです。シンプルなことなんですけど、こういうことを1つずつやっていけば、この正月食べた分も全然無駄にならないよ。筋肉を作るために役立ちますよということになってくるんですね。で、その1つ目というのが、単純に1セット多くやるということ。まあ、ただこれだけです。これは、あの、ま、皆さんがね、体各パートを1日やるとしますね。そしたら、ま、大胸筋をいつもは3セットのところを4セットやっていく。 肩もいつもは3セットのところを4セットやっていく。背中もいつもは3セットのところを4セットやっていく。という全身1セットずつ増やしていくだけで全身にわたっていくと、これ6セットか7セットこう多くなっていくわけですね。 で、それは当然、その多くやった分、うん、消費カロリーがあるので、食べた分はまあ、消費されますよね。で、それだけでなく、筋肉をつけたいと思ったのが、もうちょっとつきやすくなる。ということにもなりますので、まあ、この機会に、え、1セットだけ多くやってみる。まあ、この期間だけでもいいです。ほんのね、えー、この2、3週間だけでもいいので、1セット多くやってみる。というのもね、一つの手ではあります。まあ、あんまり長くやるとね、そんなにはいっぱいできないというふうになると思うんで、ほんの2、3週間それをやってみるという。まあ、そんな感じです。で、2つ目というのが、ディセンディングセット。 ディセンディングセットっていうのは、下り高が下がってくるというイメージですけれども、それと同じように、最初は、例えば、ね、こう、アームカールを8キロでやりました。これちょっと軽いですけど、8キロでやりました。で、それを重さを変えて、すぐに5キロに。 変えて、連続でやっていくという感じ。で、8キロで10回だけれども、そこからすぐに持ち替えて、5キロでさらに8回やっていく。というような、ちょっと余分にやっていくという感じですね。まあ、これは全部のセットやらなくてもいいです。全部のセットやるとちょっと大変なボリュームになってしまって、逆にそうオーバートレイングになるかもしれないんで、各パート、まあ、3セットや、やってるとしますよね。で、そうすると、3セットのうちの一番最後のセットね。最後のセットだけ、ね、やっぱりきつくなります。きつくなって重くなったなと思ったところで変えて、ね、さっきの8キロから5キロに変えてやっていくという、 最後のセットだけディセンディングセットを2段階にしていくというふうにやっていけばそれだけでもやっぱり余分にカロリーは消費できるし筋肉をつけるための一つを追い込みになってくると思うので、まあ、そういう感じで最後のセットだけディセンディングセットをやっていくという方法もあります。そして3番目というのが いつもは全身をしっかりやっていって、週2回ぐらいやってるんだけども、これを分割にしていくということですね。分割法ですね。分割にしていくことで、まあ、今日は胸と3頭だけ、今日は背中と2頭だけ、今日は肩とお腹だけ、今日は足だけ、みたいな感じで、まあ、4日に分けていくとかね。まあ、そういう感じでやっていく。そうすれば、その日にやる場所は2箇所しかないので、よりたくさんの量ができますよね。そうすると、もちろん筋肉はつきやすくなるし、週2回だとか今4回になってるので、まあ、それだけ消費が多くなると。 いうことでまあ、ただこれはね、あの日数が増えるので、まあずっとね、そういうスケジュールは組めない、忙しいができないというのはあるかと思うので、まあ時間のある人はというところではありますし、あるいは、えっ、ー、と、最初の1週間、この正月明けの1週間だけでもそれをやってみるというのも僕はありかなと思いますので、ね、まあずっとやらなくてもいいと思います。この最初の週だけやるというのもありですね。それから4番目というのが、苦手パートを最初にやるということです。あるいは苦手パートを初日にやるということですね。自分の中で、 ここがやっぱりうまくい,いかないすごく苦手でここの筋肉がやっぱり一番足りない気がするというところを一番最初この正月明けの一番最初の日に持ってくるというのが一番いいんですね。 これはしばらく休んでた。そしてエネルギーがいっぱいでたくさんある状態であれば、その状態で体がやっぱりね、パワーがみなぎってるので、苦手種目も一生懸命できるんですね。結構ね、苦手種目って最後に回したりすることが多いんですよ。それをあえてもう最初にやってしまうということです。まあこれあの、ちょっと難しいのが全体的にやってる人の場合、いや肩がいまいち苦手だ。でも胸の方が先なんじゃないのっていうふうにまあなると思うんですけど、最初の一周二周だけ、そこ順序変わっても僕は全然構わないと思います。 ね、最初の一周二周だけ肩を最初にやりました。で背中をやりました。でその後胸をやりました。っていうのはうあえて意識的にやるんであれば僕はそれありだと思います。それは苦手パートを克服するためなのでそれもいいと思います。あるいはいくつか分割している人の場合にはいつものように大胸筋からね入るわけではなくて苦手な肩を週の初めに持ってくるねトリックを初日に持ってくるというふうにやれば苦手パートをね疲れたとか嫌な気分とかまあそういうのがない中でできると思いますのでまあそういうところを利用してあげるっていうのはまあやっぱりありなんですね。 そして5番目というのが普段やらない種目をやるということです。結構ね、やっぱり自分のプログラムって決まっててこれは得意だしこれは聞きやすいからこれを取り入れているとあると思うんですけど あえて普段やらない種目というのをやってみるというのもこれすごく大事なことだ。この時期だからこそ、食べ過ぎてる時だからこそやるべきことであるんですね。例えば、肩を通常、ショルダープレスとサイドレーズをやってるっていう時に、あまり全然やったりね、あの、アップライトロー、まあダンベルでも、あの、まあできると思うし、バーベルの方がやりやすいですけど、 こういういアップライトロー、まあ、1個だったらこういう感じもしダンベルを2個でやるんであれば2個をねすり合わせてこういう感じのアップライトロー、まあ、バーベルならバーベルをそのまま持ってやればいいですけどこういうアップライトローというのを全然やってないのであればこの期間にやってみるということそうすると何が起きるかというと普段やってない種目なので当然聞き方あるいは使ってる角度が違うのでサイドレーズとまた違うちょっと後ろに聞いてくる、まあ、そういうのも当然ありますであとは慣れてないので無駄なエネルギー結構使うんですね まあここが大事なんですよ。普段やってないからなんかすごいグッと疲れたみたいな。それが余分な消費を生んでいくので、そういうのをやってほしいということ。で、あとは肩ね、普段サイドレーズをやってるのであれば、それを柱とかこういうとこを持ってるのをワンハンドサイドレーズに変えてみる。という感じで全然違うものをやっていったりとか、あとは背中通常ね、まあバーベルでもダンベルでもベントオーバーローというのをこういうふうにやっていたら、えー、逆手にしてちょっと45度ぐらいの逆手、真横じゃなくて45度ぐらいですけど、こういう。 リバースの弁当バ,ローバーベルなら普通にねリバースの弁当バローをやってたり少し,少し違う感じをねやってたりねあとはアームカールでもあと普段こうやってやってますよね普段こういう普通のアームカールをやってるのをダンベルを縦にしたハンマーカールというまあちょっと横向きになると、まあ、こういう感じですハンマーカールという縦のハンカールアームカールですねまあこれをやっていくともうこれハンマーカールっていうのは ね、あの通常この上腕二頭筋ここを強くねあの刺激するんですけどハンマーカールっていうのはハンマーカールっていうのはこの下にある、ね、上腕筋っていうのをすごい使ってくるちょっとね二頭筋の絵の刺激は弱くなるんですけどただこれも普段使わないところをあえて使ってあげるというような、まあ、こういうハンマーカールをやってくるのをね余分にエネルギーを消費しますで、えー、また違った人は違ったらまた腕にもなってくると普段やらない種目をやるとね意外に疲れるし新しい発見もあったりします まあ、特に足なんかを普段ね、やってるランジ、まあ、ど、どの種目を皆さんやってるかわからないですけど、それとは違うランジをやってみるとかね、え、ブルガリアンスクワットをやってないらブルガリアンスクワットをやってみる。普段はランジとかブルガリアンスクワットなんだけど、え、スクワットをやってみるとか、全然違う足の種目をやるのは格段に違ってくると思いますので、ね、普段やらない種目をぜひね、やってみてください。それから6番目ですけども、6番目は、普段やらないパートをやるということです。 さっきは普段やらない種目ですけど普段やらないパートって意外とあったりするんですねこれもね本当に新しい発見がありますのでまあ普段やるつもりがないところでもちょっとやってみてほしいですね 例えば、カーフレーズですね。ちょっと今、こう段差がないんですけど、通常、ちょっと段差でやるんで、あのー、階段とかでも構わないですし、玄関のこの段差のところでもいいですね。靴を脱ぐところの段差でもいいですね。そこの段差のところに足をかけての、まあ、カーフレーズですね。カーフレーズ。こういうとこ持ってってもいいですし、これを片足でやる方が、まあ、本当はいいですね。片足でやって、母子球だけで押していくというカーフレーズ。で、今、ちょっと段差がないんで、あれなんですけど、段差があるところで、 カーフレーズをやっていくときには、まあ上まで行って締まるところまで、締まるところは水平までです。水平より下にはあんまり下ろさなくてもいいですけど、これを母子球を押して、母子球を押し通して降りても母子球を押したまま、母子球を押したところでずっとコントロールしていくという感じでカーフレーズをやっていったりとか、あるいは通常はね、ショルダープレースをサイドレースだけやってるのを普段やらないパートとして、肩の後ろ側、リアデルト三角形の後部を ね、こういう感じで三角筋酵母をやっているこのリアデルトレーズをやっていくというこういうね違ったところをやってみるまあそういうのをやってみたりとかあるいは男性なんか特に内転筋とかやらないですけどこういうねベンチがあればベンチをこう挟むようにこう足を置きますねで肘をつきます、まあ、ちょっとこうマットがあった方がいいですけどでこの状態で体をまず持ち上げるね持ち上げてる時はこの足を閉じる閉じるでこれ今こっちで足を上げてますけど。 こっちの足というよりどっちかと,いうとこっちの上で押さえてるここの内転筋がすごいきついんですね。まあこういう感じで、まあこっちを上げてるというか、上げてるというか、この支えてる方、支えてる方の内転筋をすごい使っていくので、まあこういうことをやってみるとか、まあマシンでもいいですよ、マシンでもいいですよなければこういうのをやってみるとかね。あるいはね、今内転筋やりましたけど、今度逆の中殿筋というところね。まあこういうところに軽く手を添えて、体を水平にした状態でし、ね、しっかり足伸ばした状態で骨盤を少し回転する、閉じる、 開いて、水平に閉じる方が重要なんですね。水平にして閉じる方。で、これをあまり支えないで、あまりここで支えないで、軽く触った状態で骨盤を少しこう回転させていくという、こういう T ヒップというのをやってあげると、この今、中殿筋でずっとここをコントロールしてるんですね。ほぼ一本なしだけげこれをコントロールしながらやっていくと、この中殿筋が鍛えれるという、まあ、こういうエクサイズもありますね。 まあそんな感じで食べ過ぎたものをいかにまあ消費していくかというのをまず一つ。で エネルギーはたくさんあるので、普段やらないこととか、普段やれないこととか、まあ、普段やらない量とかをやっていくというのは、一つの自分を伸ばしていく手段だったりするんですね。なので、この食べ過ぎたものが全て悪というわけではなくて、食べ過ぎたものを利用して、自分が一歩先に進めるようにしてみてほしいんですね。これも、先日言った、怪我をしたから全て悪いわけではなくて、食べ過ぎたらそれを利用していくというね、そういうね、考え方もありますので、ぜひね、やってみてほしいです。ただしい、 毎週毎週毎日毎日毎月毎月食べ過ぎはなしです。これはなしです。なので、えー、とりあえず正月においては食べ過ぎたらこういうことをやりましょうということなので、えー、以後はしっかりね気をつけてやってみてほしいと思います。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。ファーストトレーナーゆうじでした。Go! Go!